はい、とんでもないもの見せるよ。これ私ドライバーね、安全にまっすぐ打つね。これ250ヤードぐらいしか飛んでないんだけど、見てね。一軸で打ってんだよね。この前の素振りがあるんだよ、見て。あの素振りの時はあの一軸で打っちゃってんのね、うん、こう一応後ろに立って見るんだね、私もね、うん、それでね、こう一軸で打つの。それでね、見てね、これがね素振りなんですよ。また目標を見て素振りするとこが面白いんだけどね。左に置いてヒュン。素振りの時はちゃんと手が返るんだけど、うん素振りの時はちゃんと手が返るんだけど、いざ打つとシャフトがあのクラブヘッドが戻ってこないんだね。見てね、ほら戻り悪いでしょ、わかる？なぜでしょうか。ボールの重みに取られる分なんだね、これがね。っていうことはね、どうすればいいのというと、もっと畳んじゃっていいんだね。だけどもっと畳むと左行っちゃうんだよね。だからこの程度になるのかね。見てね、これ素振り。素振りの時はヒュンって帰るでしょう。まあ打った後だから帰るもやったくれもないんだけどね、もうね。で同じイメージで打つんだけど、ボールの 50g に負けて、戻ってないでしょ、ヘッドがね、うん、だからこれが正しいのかねと思うよね。違う。でもうちょっとこの後ろのこの辺でスピードをつけたいねっていうことだね。違う